おかわり。皆さん本日もお疲れ様でした。お疲れ様でした。さあ今日のゲスト渡辺裕太くん、そして日野舞ちゃんです。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。今日はですね、4人でね予想バトル行いましたけれども、はい、裕太くんいかがでした？いやー、一勝レース的中、3分の1優勝です、うん、優勝、はい、優勝です、優勝、結果的にこんな簡単な大会はない本当ですね。でもすごい楽しかったですし、やっぱでも最後のね、はい、まあ、福岡とかもすごい特にどうなることやらということで、はい、楽しい時間を過ごせましたよ。はい、楽しました。舞ちゃんいかがでした？いや、私だけあの勝者側になってしまって、はい、すごい勝者側、勝者側じゃない、敗者側ね、敗者側になってしまって、ポジティブにいったね今ね変えちゃいましたねいや悲しいですけど、なんかうん、まあ悲しいですけど、皆さん、まあ、一勝で優勝っていうことなんで、はいはい、まあまあまあ、それだったらまあまあね、そこまで皆さんと変わらないかなまあそんなに、そうなんだよね。そうですね、はい、なんかねっていうね、はい、そうなんですよ。渡辺さん良かったですね。まずは1個対決するときって、はい、絶対満州とか出ますよね。そうなんですよ、ちょっと結構いけるでしょうっていうね、レースでもわーっていう今日みたいな、結果ガマゴーリもですね、1位逃げましたけど、うん、逃げて80倍とかですからね。ちょっと荒れてますもんね、誰が呼び込んでるのか。本当ですよ、まあでも今日ね楽しいレースね、スタッフが選ぶ多分レースが悪いのかそんなことないですよ、絶対にお送りしなきゃいけないレースですよ今日は G1 の優勝戦とドリームですから、そうですよ、でゴールデンレーサーもいるんですから、これで普通の一般戦流してたら怒られますからね、それもいいけど、それもいいけどそれもいいんだけどねっていうところでございます。まあグランプリまで残り2ヶ月ぐらいになりましたよね、はい、ということでどうでしょう、お二人なんか注目選手、この選手頑張ってほしいとかありますか、ゆうたくん。いや僕は次回この番組に出演されるという、うん、はい、新海渡る選手、はい、新海選手がその、ね、新海さんの顔が出るたびに磯山さんがかっこいいかっこいいって、そうなの、なんかねなんかすごいちょっと俳優さんみたいな顔しません？役者顔で好きな顔なんですね、なんかこう、うん、石原裕次郎さんのファミリーにいるんじゃないかぐらいの感じのちょっと正統派のね、うん、俳優さん顔みたいな、なんか今週はそんな気合い入ってないのかなと思って次週が楽しみでねそんなことはないですよ、次週イケメンが来るからそういうことじゃないですけど新海さん、はいね、新海選手はね、もう本当に名前よく見ますっていうか、うん、この取り上げますよね。そうですね、やっぱ去年の優勝10回もそうですし、うん、去年の年末のグランプリシリーズの方で SG デビューしたんですよ、うん、なのでまだ1年経ってないんですよ、 SG 走ってからが、すごい、それがもう今年やっぱりまたさらにブレイクしてのダービーも出場してなので、すごいですか、スターになっていくんだろうなかっこよくてね、かっこいい、新海渡るってね、名前新海渡るっていいですよね、新たに開けるってことですからねはい、さあ舞ちゃんは、はい、磯部選手もちろん、はい磯部選手ですね、はい、まあわよくばと言いますか、あわよくばというか、池田浩二選手も好きなので、かっこいいもね、はい、池田浩二選手と一緒に、うん、1位から6位の中に入ってもらって、うん、グランプリを見たいなという気持ちを抱いていますね、かっこいいもんね、うん、あと、まあ、羽野選手もね、はいはい、このままちょっともう少しステップアップしてもらって、うん、グランプリで見れるっていう、うん、そしたらもう私は感動し涙が出ちゃうかもしれないですね推しがこんなにいるっていう、ね、推しがいいですね、はい、ところではね、いやでも渡辺さん本当楽しみですよね、楽しみですね、やっぱり若返ってるっていうのも一つの今年のグランプリの楽しみだと思うんですよ、うん、はいはい、やっぱり羽野選手、まあ、昨年も活躍しましたけど、うん、この SG を勝っていくっていうのはまたちょっと雰囲気も気持ち的にも違いますし、うんうん、やっぱりいきなりグランプリを勝つじゃなくて SG を取って出てグランプリを勝つっていうのがなんか王道って言いますか、うん、そういった意味じゃもう磯部選手も羽野選手もですね、その権利をもう手にしてるっていうことになりますね、自信もついてグランプリに挑めるってことだと思いますね、うん、最近の中ではグランプリ優勝が SG 初優勝やったのって茅原選手とかですかね、平和島のあれも6コースからでしたし、はい、最高でしたね、うん、茅原選手の SG 優勝ってあの1回なんですよね、そうか、強烈な1回だね強烈は強烈なんですけど、確かにインパクトがすごいですね、なんか
このステップをしっかり踏んでるのが磯部選手であり羽野選手だなっていうのは、ね、確かにグラフリー確実にね取っちゃうんじゃないの。やるってありますよね、平成がね取るってあるよ。ちょっとその時はなんかインタビューに行きたいですねちゃんとできるんですか、インタビュー。はい、ちょっと頑張ってそうね、2ヶ月頑張ろうの恋の2ヶ月で実績積んでいこう、いっぱいもっともっとねでもね、本当残り2ヶ月ですが、どうでしょう、こうお二人のこれ、うん、まあ今年、はい、どんな感じとか、うん、ここ最近これやってますみたいなのありますか、ゆうたくんありますか。僕は、そうですね、最近、うん、ランニングしてます。おー、はい、なぜ、体のために。あー、はい、もうなんか健康的か鍛えるため、健康のためポジティブにもなりますし、確かにもう馬場選手並みのもう走りを見せてますそうなんですね、すごいターン、すごいターンするんだ途中で、すごいことになってますね僕は舞台とかもね、今年もやってたりとかね、ね、されてましたからね、体力勝負だ、ね、まいちゃんは。私は、はい、カレンダーが、はい、発売することになりまして、そうなんですね、はい、12月3日に初めてのカレンダーで、お、意外にそうなんだ。そうなんです、自分でプロデュースさせていただいて、うん、ちょっといろいろやりたいことを詰め込んだカレンダーを水着で、あらま、はい、大きい大きいやつ、卓上にさせてもらって、おー、いいですね、はい、いつでもそばに置いておけるような感じで やらせてもらってますね。磯山さんもね、はい、写真集発売、あ、今年 ね、するということで、はい、今月おめでとうございます。ありがとうございます。すいません、なんかいいんです、私のことはもう全然。どういうショットか。10月21日です。10月20日です21にイベントがあるっていうだけなんですけど、はい、どういうショットがおすすめの見どころポイントは。私で言ったらその、はい、海でキャハハっていうのが、うん、だいたいこうデビュー当時とかにやるんですけど、その後はこうあんまりやらないんですが、うん、今回ちょっと初心に帰る感じだったので、海でキャハハカットがあるよっていう海でキャハハカット楽しんでる方もありますけれどもね。まいちゃんのカレンダーおすすめはどうですか、おすすめポイント。おすすめはですね、うさぎの被り物をかぶって、ちょっと水着で横から見えちゃってるよみたいな、横から見える、横から何か見えちゃってるよみたいな、うん、どういうことって、カットがあるんですけ どそれ何月かは言えない。それはもう表紙になっております。あ、はい、あらあらあら、じゃあ見られるわけですね、はい、ね、中身にもそのうさぎショットは5枚ぐらい入ってるの。うさぎ好きなの。うさぎが大好きで、うさぎになりたいマイピョンこと日の前ですってずっと言ってきたんです。あ、そうなんですね、ごめんなさい、こっちまで届いてなくてごめんなさいねうさぎ願望。はい、もう最近は言ってないんですけどいろいろね、はい、大人になってきた。大人になると、大人になるとそうなんですよ ね、 すねなるほど、ちょっとぜひぜひカレンダーね。キャッチフレーズみたいなあったんですか、キャッチコピーみたいな。あったかな、キャッチコピーみたいななかったかもしれないです。なんかそうです、ない人でした。千年に一度みたいな言われてなかった言われなかった結構だから本当に何もないんですよ私いやいやいや、何もなくただいたんですよそう、ありがたいことにね、それが強いっていうことですよね。ありがたいことなんですよね、お母様から引き継いでね、魂をねやってますからね、まいちゃんもね、お母様からね。あ、そうです、僕のお母さんから。そうですよ、育英さんからの。育英さんからのね、後輩ですから。後輩ですから。そうですよ、はい、お世話に。なんか一気に変な汗がかいてきたお母さんの話なんですよそういうことでちょっとね、賞金ランキングも気になりますし、あと残り2ヶ月私たちも楽しんでね、そうですね、はい、過ごしたいと思います。さあ、ということで皆さん今日もありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。バイバイ。この番組は1週間限定ボートキャストで見逃し配信中です。概要欄をチェックしてご覧ください。